ラタキア県、ラタキアの港と、山々、ラタキア県、ラディキーア県、ラティキアガバレート、アラビア語、ムーホファゼットアルレディーキージャは、シリアの14ある県の一つ。面積は2437平方キロメートルと、する資料や、2297平方キロメートルと、する資料がある。人口は94万3000人。県とは、港湾都市ラタキア。 シリア北西部の地中海岸に位置し、東はイドリブ県とハマー県に、北はトルコのハタイ県に、南はタルトゥース県に接しており、西には地中海が広がる。穏やかな地中海性気候。地中海に沿った山地は緑が濃く雪も降り、ペルシャ湾岸諸国からの観光客の集まるリゾートが点在する。古代の港町、ウガリットが出土するなど、 交易の歴史も古い。古代から穀物、綿花、果実栽培が盛んで、ローマ帝国時代には国草地帯でもあった。十字軍時代の城塞カラットサラーフアディーンも残っている。オスマン帝国時代には、ラタキア周辺はイスラム教アラウィー派の多い地域となったが、ラタキアの町は多くのスンニ派住民やキリスト教徒住民が住んでいた。 またミルレト制による宗教共同体はアラウィー派などには適用されなかったが、アラウィー派は自治を比較的認められていた。1920年、大シリア地域の王だったハーシム家のファイサルが、フランスにより追放されフランス委任党治療をシリアが発足すると、1922年、シリアは4つの自治国、アラウィー派国の緩やかな連邦に再編された。 アラウィーハ国は、シリアの海岸部から、内陸の山脈までの範囲に設定され、アラウィーハ住民による自治が認められた。1946年のシリア独立後、ラタキア県では1946年と1952年の二度に、渡り自治権を求めるアラウィーハの反乱が発生したが、いずれも政府によって鎮圧された。1970年、 ラタキア県の小村カルダー派出身の軍人、ハーフィズアル・アサドが、クーデターで、シリアの全県を掌握。2011年から続く、シリア内戦では、ラタキア県はアラウィー派の人口が多いことから、アサド政権への支持率が高いと見られ、一部で、反政府勢力に侵入されているものの大部分は、一貫して、アサド政権の統治下にある。 ラタキア県には4軍が属する。アルハファ軍、ジャブレ軍、ラタキア軍、ラタキアカルダーハ軍、シリアプロビンセスハット AB シリア、シティポピュレーション、シティーズ、タウンズプロビンセススタティスティックスマップ。ありがとうございます。